お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュラリーやっていくんですけど、今日はですね、こちらゴブスパレイジでトロアゲネやっていきたいなと思います。この前もね、全く同じデッキを、ね、使ったんですけど、今日はね、まあトロアゲ結構いい順位にいます。今77で、あと61角までね、このスパーキーで、はい、上がってきました。というわけで、まあトロアゲやっていくんですけど、マザネク3画号のね、枠はエレクトロウィザードプラスメガガーゴイルに変更してもいいです。まあ、そこはもうほんと使いやすい方だったり、持ってるとかでユニレベとかその辺で調整してくれればね、問題ないんですが、まあ、僕はこのマザネク型でしかほぼ触ったことがないというか、マザネクがまああとは肌に合ってるので、このマザネク三角型のね、レイジスパーキーでちょっとやっていこうかなと思います。まあ、今期ずっとデッキ悩んでるんですけど、まあ、スパーキーがちょっといい感じでね、はい、いい感じなのでいい感じでしょ。レミエリだ、よろしく。この人はね、めちゃくちゃうまいです。もう海外のもう麦ですね、トロアゲ麦です。よし、ラダーめっちゃ強いです。ウォールブレイカーですね、バルキリーテスラかエリババテスラのアイスイズトルネ5みたいな、そんな感じのデッキなんですけど、まあ、めっちゃ鉄壁ですね。多分前まではロケットだったんですけど、今の環境5だと思います。で、エリババテスラ、アイウィズトルネ、ゴブリンも入ってますねっていう。多分世界で今ゴブリン使ってるのこの人しかいないぐらいね、ゴブリンレアです。さあ、レイジでね、カード回していきます。まあ基本的にやっぱケツスパーキーからやっぱ入っていきたいですよね、スパーキーなんで。スパーキーからの、まあ逆サイ来たらエリババで守るか、まあ最悪無視してみたいな感じで、このマザネク多分5打たれると思うんだよな、俺。5打たれると思うんだけどな、ロケットなのかな。いや、2倍タイム正直あんま入りたくないので、5ですね。さあ、5テスラアイスイズですね。結構鉄壁ですね。突破できるかな。相手5打ったので1枚なんか回ってるんですよね。だからウォールブレイカーかゴブリン手札にあれば出してくると思うんですけど、出してこないんですよね。スパーキー出した瞬間に逆サイ端前エリババとかしてくるのかな。これ待ってきます。相手、ウォールブレイカーデッキなんですよ。アイウィズなんか鉄壁だからな。2倍タイムから勝負したいみたいな感じなのかな。いっちゃうか。なんか2倍タイムじゃない方がいい気がしたんですよね。わあ、さあ、エリババで受けてきますね。エリババで攻めてきます。ここはまあエリババで受けて。さあ、で、あのエリババは絶対キング起動されるんですよ、トルネで。まあ、だから僕はキング起動されたくないっていうので、ここの3画語とかもつけていきます。で、ゴブリンか。うわ、うめえな、うめえ受けっすねこれ。嫌なこと完全にされてますね。で、やっぱ一発入るな。ここはザップとママで一発か。さあ、一発。さあ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 、まあまあまあ、あ、一発スパーキー入ってねえ。で、これでエリババ来んのかな。でも2倍タイム入ってるとこうないんですよね。なぜならゴブジェイで逆サイドに釣られちゃうんでね。1倍だと釣られないんでね。さあ、こんな感じでね、僕は両サイ組みます。で、どっちを攻めるか問題がありますね。でも両サイドにね、振って振って振って振りまくります。いや、うまい。ウォールブレイカーに打たして、いや、うまいですね。いい、いや、いい。うわー、なんでそこで打った。いや、でも流れとしてはめちゃくちゃいい。で、このアイスイズンに受けつつのね、一発強。いや、なんならもう一発。うわー、打たんか。いや、今の打った激アツだったな、マジで。さあ、まあゴブジェイスパーキー組みながら、エリババ逆サイ徹底っすね、僕は。いや、ここで溶かしてくるんだな。で、ファイボか。さあ、これちょっとザップ打って、あのゴブリン、やっつけてえな。で、レイジで。ファイブ打ちたいけど、トルネも打ちたいね。うわ、逆サイに打つんだね。いや、いい。うまいね、その防衛。いや、俺のこのマザネクちょっと微妙だったな。いや、流れ、なんか相性がすげえいいのかなっていう。流れが良すぎて。まあ、逆サイエリババディガーとか僕は気をつけないといけないんですよね。そう、相手がもう狙ってくるのはこれしかないですね。このダメージを追いつくのは。で、逆サイにディガーウォールブレイカーとか来るのかな。いや、怖え。まあ、ザップ打つよね。で、相手右にもプレッシャーかけてくる、てか左にもプレッシャーかけてるんですけど、多分左の方が本命なんですよね、右じゃなくて。っていう思いがあるんですね。これはちょっと間に合うな。よしよし。いや、いい。いや、うまいね。うまいね。これでもエリババつけたらいいんじゃない？
守られるのかな。テスラ逆行ってるんでこっち行きます。ゴブリン、いやゴブリン読みが刺さらんな。うん、さあ耐える。怖え、マジで怖え、本当に怖い。これが言っていい気がするな。カウンターになります。走れ走れゴリラ、走れ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 。まあトルネもあるか。でもトルネ使ったらもう一周のこのアイビズが強いよ。ザップまで打ってアイビズ溶かせたらいいなーなんて思いながらカウンターに。あ、これちょっとやべ、待ってこれ入るな、待ってやべ、めっちゃいい攻めされてる。待って待ってやばい、やばいやばい、攻めて攻めて攻めて、待って本当に本当に本当にまだマジで負けたくない。待って2、うおい、危ねえ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 、俺最後なんでケツスパーキーなんかしたんや、危ねえ。あれケツスパーしてなかったら普通にエリババとかでウォールブレイカー守っとけば、ウォールブレイカー入ってないから絶対負ける、負けそうにはならなかったんですよね。危ねえ危ねえ危ねえよしよし、でかいですね。で、なんか、結構ね、立ち回りを変えたというか見つけたので、それをちょっと説明しますと、ケツスパーキーして、その前にね、ゴブジャイとエリババとか、こういっぱいつけれたら、まあ強いのは、まあ間違いないんですけど、結構今日勝ってた、今日トラ上げしたんですけど、勝てた立ち回りが、ケツスパーキーするじゃないですか。で、逆サイドにエリババを流すんですよ。で、まあそこにレイジだったりヒースピーとかをして、で、まあ、ザップまで打っちゃえばまたケツスパーキーできるんですよね。スパーキー出して、そのスパーキーの前に出さないんですよ。スパーキーの前じゃなくて逆サイドにエリババヒースピーレイジやると、意外とねこのエリババとスパーキー両方陸で受けるっていうのが相手きつくて、なんかそれで勝てたりしましたね。で2倍タイム入ったらスパーキーで逆サイエリババレイジとか、まあエリババヒースピーとかやりながらスパーキーの前にゴブジャイを回せるんですよね。なのでスパーキーからの逆サイからの戻ってくるみたいなね、そんな感じのちょっと立ち回りが結構良かったです。でキングミニミンターはエリジャイです。なのでエリジャイ勝ちたいです、結構勝ちたいです。負けることもありますが結構勝ちたいです。ふん、しかもトロ高えな。さあダクプリ、いやエリジャイですね。でエリジャイはねあれがなんですよね、オリとダクプリ、オリダクプリタルババがあるんで意外と陸受けが優秀なんですよね。あとはライトニングとかで結構削られる。ここ打ってくれるな、よしよしよし。さあね、これはさすがにね逆サイド行っちゃうと僕のスパーキーがね無駄になっちゃうんで動作行くんですけど、まあ、ライトニングタルババとかよく来ますよねこういうので。うわいい受けだな、待って、あもう俺のヒースピもそこそこに、よしよし、これそこそこに入るっすよね。いや、いいですね。今のレイジ打っとけばもっと良かったかもしれないっすよね。エリババ、とつらしてやな、これ。とつらしたいんですけど、結局ダクプリとかいろいろで受けられるからな。ケツマーマーから入ります。まあ、なんか、追加3画後ですね。世界変えるのは、これは。ダクプリかなんか折り合わせてくれるんで、スパーキーで回収して、8枚ゴブジャイで追加3画後レイジですね。ここを無視してきたらまあまあ、いやこれ壊れるのでかいな、ダクブリベビーとかしかいなくなるから、いや壊れるかな、壊れてほしかったな。いやまあまあ、いやナイスナイスナイス、さすがにこれライトニング来ないよ。さあ、いやこれめっちゃチャンスですよマジで。でタルババ来るのか、マザネックとかでいいんじゃない。スパークに届いてない、いや届いてるか、ヒースピでよっよっよっ来た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 、いやでもいい受け、いい受け、いい受け、いい受けだな。ちょっとエリババ行ってんじゃない？エリババ行って結構コスを使わせたいけどな。やばい正直やばい、これ多分うまかったら逆サイ端前エリジャイ来るかもしれない。でもワンパンされねえよな、さすがにエリババで守れるよなっていう。よしよしよし、回してね、あぶねえ、いや流れはめっちゃいい流れは。でライトニング来るんでマザネクは出しません。うわーターゲット入ってねえな、よくねえな。うわいいトルネ、いやでもこれきついよな。ザップまで打っていい。あのアイビズさえ飛べば。熱い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 。ゴブスパ組んだだけなんですけどね。まあ、
今回はね、もうスパーキーの前にゴブジャイっていう形がしか、まあ、使ってないんですけど、なんか対戦相手によってはね、もうマジスパーキーの逆サイドを攻めるのがいいんですけど、今回良かったですね。おっきょき、いや待って、777128、そんなトロ上がる、え、怖い怖い怖い。いやいいね、マジか、今季俺スパーキーでやんのか。いやなんかね、ゴレでいいデッキ見つけたし、ゴレも使いたいし、なんかメガナイトも僕めっちゃ好きだから使いたくて、メガナイトのいい方も一応拾って確保はしてるんですよ。で沼ったら、あ、そのデッキ使おうかなって保留ゾーンにいるんですけど、スパーキーでね、思ってる以上に勝ててますね。勝ててます。でかい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 。いやオッケーオッケー。相手がね、陸系少ないデッキとかだったらね、とか空が少なかったらスパーキー出して逆サイドリババがね、あの結構刺さるんですけど、対戦相手がロイジャイとかだったらね、まあ、今みたいなね、ベビーとかで対空でスパーキーやられるって時はスパーキーしっかり守ってあげて、まあ、コスト使わせてですよね。サンガゴやっぱいい味出してたな。アイスイズベビー取れねえしかないから、追加サンガゴがねいいかったな。しかもライトニング打たれてからだから良かったですね。サンガゴ1体だけでもやっぱこうやられてしまうとね、ゴブジェイスパーキーガゴに1体ライトニング当たるだけでもちょっと痛いよなって思いながら、オッケー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 。防衛ライト相手しないと絶対スパーキー守れないんでね、絶対ではないけどほぼ守れないです。もう事故ります。だから相手も上手いんですけど、いい防衛してるんですけど、レイジが強いよなっていう。お、やっとマッチングした、来た、よろしく。いや多分ね、普通に動画内ではカットしてるからあんま分かんないと思うんですけど、まあ、10分ぐらいマッチングしなくて、あーまだかなーって感じでね、ずっと待ってたんですが、さあコカッちゃんですね。いやコカッちゃんはね、勝ちたいね。でもアイスピ使った、あーいい防衛ですね、いい防衛ですね。コカッちゃんはあのマザネクサンガゴのレイジがめっちゃ強いです。なんかもう本当にこの2枚で勝ちに行きます。ゴブジャイもうマザネク、ゴブジャイマザネクサンガゴレイジ、この形がめっちゃ強いです。それを意識します。うん、さあプリン咲いた、ゴブリンバレル回る、ギャング回る、これまあ、ギャングがあるですからね、打ったところでかな、一応ザップ打ってこれだけでもプレッシャーになるの。え、トルネだ、お待って、相手やってる、相手やってる、ラッキーラッキーラッキー、できるできる。トルネ型か、トルネ型ってことは施設がないんだ、熱っ、それは熱い、それは熱いね。でまあなんで受けてもよかったんですけど、スパーキーで受けちゃう。いやートルネ型は熱いっすね。テスラとかインフェだったらちょっとまあ突破しにくい。まあでもトルネはトルネで嫌な部分もあるんですよね。そのサンガゴがトルネプリンとかトルネアイスピでやっぱ守られちゃうっていうのは嫌なんですけど、まあどっちがいいかって言われたら分かんねえっすよね。いやー2倍タイムからかな。いや悩むな。あ、キング起動か、嫌だな。いやなんか下手だなこのリパパ。あ、でもいや全然あるんだよな流れは。あのプリンが高回転ですね、トルネの分3コスだからな。うん、様子見てね、相手のプリンがいないタイミングで形組みたいんですけど、いやここですね、ここプリン2枚咲いてるから結構チャンスなんですよ。これ無視していいな。エリババ、エリババ、なんでエリババなんでそっち行ってんの、エリババ何してんの、マジ。さあ取れねくる、ヒースピ飛べ、ザップしたらマザネクに竹がいかない、うわーいい、エリバ一発ナイス、でかい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 、ハシマプリンとロケとすげえフルコンボ来るかもな。許容して、うん、相手のあのプリン嫌っすよね。エリバルやってくんねえかな、たまたま。いやいい許容、
さあザップでこのマザネクでマジ世界変わる。うわ待ってやべ、いいバレル来た、やべいいバレル来た、待ってやばい、豚豚頑張れ、マジでマジで豚、やべロケ圏内、うわマジかマジか、俺の10分待ったマッチング、いやワンチャン豚だ、マジでる、いやーマジか、あと80、あーこれー運が良かったら運が良かったら勝ってたというか、なんだろうな、なんどうすればよかったかな、いてー俺の10分返せ返せ、待たなきゃよかったかな、いや勝てそうなんですけどね、もうどこだろうな、どこだろうな、どこだろうな、いやいい、一回無視したのはまあ悪くはないと思うんですが、エリババっすね、ゴブリンバレルにエリババ後ろ行ったんですよ、あのシーン、あれあれだな、あれエリババだ、大体ナイトと遠目にプリンがいて、もうギリギリだったんですよ、ケガ、もうゴブジェイマザネクだけでバカ入ってたのに、エリババ後ろ行ってたな、いい無視だったんだけどな、いい無視だったのに後ろに行っちゃったからね、あれでかいっすね、マジであれ後ろ行ってなかったら勝ってましたね、タイミングか、ゴブジェイ出すのがミリ早かったのかな、ちょっと反省。さあ今回相手はユーノで、アンソニーはペッカだった気がするな、マザネクエレキとかかな、のペッカラムファイボタルババ、そんな感じ、三角で世界変えましょうか、うん、エレキ、さあマジアチャが来ましたね、あ、これいらんかったな、いや、なんならいて、うん、怖いね、怖いね、さあスパーキーがどれぐらい頑張れるかっすよね、これ出さない方がよかったかな、逆サイラムからのコスト咲かせてとかがある、エレキ咲いてるからな、ちょっと流れは悪くねえな、あのいうの持ってこれるかな、際どいかな、いや持ってこれそう、熱い熱い熱い、でペッカが出るタイミングでレイジ三角でファイボなんすね、でこのスパーキー受けがきついよ、スパーキー受けきついで、ダクプリか言うの、ダクプリこれってさワンパンできんのかな、スパーキー熱い、いや、ザップいる？いや、いらない。オッケー！でかい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 。いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。ふぅ、いや、勝ちたいね、勝ちたいね、勝ちたいね。スパーキーからの逆サイブッパーがちょっと怖いよな。まあ、エリババ強化ができるっすからね。ふん。エリババで守って、で、まあ、これ2倍タイム入るの熱っ。これ熱いな。ゴブジェイ間に合うんじゃねえか。いや間に合わんのか、いや間に合う、行っていい、行かない方がよかったかな、これはもしかしてだけど、もしかしてだけど、いいマジアチャが振り向いてやがる、いやでもゴブジェイ多少入るのでいけえな、おかげいい5を使った、いやなんなら行ってよかったじゃん、でまあ逆サイは、おお、さあこれ豚にして、そっちじゃねえんだよな、豚にしつつケツスパして、いやいい流れ、いい流れだと思うんだけどな、めっちゃ低めの位置、あのマジアチ嫌っすね、なんか言うのかなんか来そう、ちょファイボ来るな、これファイボ来たら、いや残ったら熱っ、熱い熱い熱い、いやいいマジアチャだ、いいマジアチャすぎるけど、いやいいマジアチャだったな、これスパーキー出しちゃおう、逆サイ来るかな、うん、800だから俺攻めなかったら多分負けないんですよね、ここでも攻めちゃうんだよな、無駄に、相手ザップ、あれ相手ザップか、ファイボタルとか言おうたな、俺ずっと。やべやべ。やべやべ。やべやべ。待って待ってやべ。変なことした。いや、これ耐えろ。ファイボザップだったな。待ってよ。ちょっと。両サイ。耐えろ。やべ待って、いや、ファイボタル。あ、待って。あ、マジか。
ああやだやだ、いやこれ勝ちたかったな。いやなんで、いやなんか勝手に樽だと思ってましたね。いや最悪だな。ペッダクプリか、なんかダクプリだとなんかユーノダクプリのあの方がいたんですよね、ラムライダー。そうそう、今ダクプリだとラムみたいな僕の中の固定概念がいたんですよ。でザップ何回も使われてましたよね。いや勝ちたかったな。序盤めっちゃ良かったのにね。後半なんかな。くっそ悔しいな、悔しいな。痛えよ、痛えですね。いい感じで、もう少しで一桁だったね。勝てば一桁だったのルーカス、よろしく。まあまあまあ、スパギー組んでね、もう組んで勝つ気病なんでね。ロイだと思うな。うん、ロイ来た。勝ち方前見つけたんすよ。それができればだけど、アイスピン、あれホグかクロスとかもワンチャル。うん、ホグっすね。ロケホーテスラホグだと思います。スキアイスピン、うん、そんな感じっすね。でデリーウッドだったからな。デリーがねえな。まああいつがロケホーが多分いるんすよね。そう、いや、いい受けなのか、相手がね。さあ、クエイクとウッド使って耐えてくる。これ入んねえのかな、たまたま。いや、いい。相手受けうめえな。うめえな。うめえな。マジか。ここホグ来たら怖いですもんね。いや、でもこれ2倍タイム全然いけると思いますね。で、これも、ロケホがやっぱいるんで、同サイドぶっぱじゃなくて、同サイじゃないと思うんだよな。逆サイドだと思うんだよな。ちょっとあざとってたかな。うん。テスラロケホ厄介ですね。さあ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 、こっからだな。これ同サイ行くかすげえ悩むよな。まあこれはさすがに同サイでいい気がするよな。でロケホ来る。ヒースピ、いや、ウッズのでかい。いや、でかい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 。相手、ウッド、全然使わんすね。で、スケが来るっすね。いや、うめえな。ウケうめえな。ロケホー、僕、マジで安っすよね。で、クエイク削りされるんすよね。そこだけ気をつけていきたいっす。だからこっからちょっと逆サイドとかも視野に入れていく？もしかして。あ、ロケホンにも打ってほしいな。ロケホンね、あれ。豚。いやー、もっと欲しいな、もっと。もっと欲しいけどな。受けがうめえな。いやー、いいクエイクだ。いやー、これ負けたっすね。ちょっと待ってよ。3連敗したよ。あー、くっそー。マジかー。いや、無事っすね。クロロやっぱ無事っすね。勝てるとき勝てるけど、負けるときすげえ負けるっすね。まあそんなわけでね、ちょっと今季、まあスパーキーとか、まあいろいろちょっと使えつつね、頑張ります。いや、一瞬落ちたな。一瞬で100人以上落ちるっすね。というわけで、皆さんもこのゴブスパね、まあ結構強いと思います。使いやすいと思うんでね。ぜひ使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。よしよし。